こんにちは。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 板垣小百合です。ちょっとテロップ書きます。板垣小百合です。はい。こんにちは。ちょっとやばいです。ちょっと眉毛だけ描いていいかな。もういっか、そんな見えへんか。はい、こんにちは。はいはい、ちょっと今日はショールームをしに来ましたね。しましたね。します。ちょっとだけしたいと思います。待って、え、おはようございます。おはようございます。ちょっとでもあ、こんにちは。こんにちは。そや、ちょっと待ってね。ちょっと今、ちょっと待ってな。あ、どうしよう。ほんまは3時までする予定だったんですけど、ちょっとあれですね。でも急に、わ、待って、てっきりや。わ、てっきり、うっかりか。どうしよう、くしゃみ出そう。こんにちは。よ、三重県の星、ワイの知る限り三重県で一番可愛いの。いやいや、そんな三重県山本ひかるさんの方が可愛いです。三重県同じなんです。どうしたの、あの昼夜公演で今日被っちゃってるって思い出して、うわ、待って、今マジ焦り中です。ちょっと1時間する予定だったんですけど、30分に変更しようかな。2時半までにしようかなと思っております。さっきなんとなく過去のブログ読んできたんだけど、おいで夏の境界線好きなの熱い。あ、そうなんです、おい夏好きなんです。結構前のブログですね、それ。あの曲聴いていただいた時のやつですよね。おいで夏の境界線、ダパイダンと大観山キャンディアップル行ってきたよ。ありがとうございますってか、どうでしたか。ダパイダンは何食べたんですか。キャンディーアップルは何味食べたんですか。そうなんです、花粉症なんですよ。そう、てっきりとうっかり間違えるのあると、そうそう、間違えちゃった。どうもポスト推しです、ありがとうございます。優しい。今日も元気やで、日本一やで俺の中では。ありがとう。ありがとう。今日は48の日、あの高橋みなみさんの誕生日ですね。そうですね、高橋みなみさんお誕生日ですね。この画角でいいですか。あ、あみたん、あみちゃん来てくれた。ごめん、もうちょっと化粧してる日が良かった。アミちゃん、でもまあアミとはいつもすっぴんになってるか。ピカさんの名前出してくれてありがとう。子よりも可愛いよ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。待って、なんかさ、ちょっとずっとコメントがおかしいんよね。変な感じ、コメントが
少しでもやってくれるの嬉しいね。ありがとう、ごめんなさい、ちょっと変な、うわ待って、もう少し、もう1時間早めにしてよかった。ほな、バイで米拾う。そうですね、そうします。こんにちは、公演も同時に見てるから15時間でいいよ。あんまり自分的にちょっと気持ちがあんまり良くないので、せめて30分にしようかなと思います。ごめんなさい、ごめんね。こんにちは、この前の公演お見送り会だけ参加しました。わかります、わかります、ありがとうございます。アミタン来てるね、アミタン来てるこよりんの MC センス好きやわ。いやいや、なんかめっちゃ、もうちょっとさ、もうちょっとまっすぐね、もうちょっとスマートに話せへんかなって思いませんか。ちょっと詰まるっていうか、なんか何言ってんのってなっちゃうんですよ自分で聞いてて。時間かぶっても大丈夫よ、最近みんな裏で配信やってるから。いやいや、あんまり自分的に、自分がちょっとごめんなさい、本当に始めたのに。リオピ推しですが、公園で何回もリオピとこより見間違えて気になってきました。え、そうですか、見てますか、見間違える見間違えちゃうかな。顔タイプなので写メ当たってほしいな。ありがとうございます。17レーンあるんですよ、キウキは。あ、見たんだこよってるありがとうございます。1から9期のブログ全部読んだ。12月末に大勢で遊んだ時の写真ない？12月末12月末え、梅田のパネルかな、合ってる？あれ、でもそんな時期やったっけ。12月末、あ、私が青いコート着てる日かな、それで合ってるかな。みんなみたいにメロメロ、そうなのそうなの。11日初休憩生公演よろしくお願いします。ありがとうございます。11日ありがとうございます。昨日はみそらちゃんとなんとかしてたよね。ちょっと意外な組み合わせかな。確かに意外っていうか、あれやな、あんまり通所とか載せてないですもんね。そうなんです、なんかね、私がまずそもそも誰かと写真を撮るってことをあまりしなくて。そうなの、だから小読みやってんけど、仮でいた中ですいた中レオ二重、まさゆきちゃん、てんな、れいちゃん、こよりん、まなみちゃんのやつ、多分合ってるかな、多分合ってると思います。私が青いコートを着てるやつやんな。集合写真あったかな、探してみますね。あったらどうしよう、モバメにでも送ろうかな。あるかな、撮った覚えがないでもプリクラは結構前に送った気するなゴーリン大好き、アミちゃん登場、うん、優しい。コヨちゃん、ツインテール似合ってるね、ありがとう。アミちゃん優しいね、アミちゃんアミタンピアノもうまいね、アミタンあれちゃう、リコーダーもできるよねこんにちは、社務会申し込んだ、ありがとう、当たってほしい。17分の1って結構な確率だもんね来たよ、ありがとう。アミタの前では綺麗なお姉さんでいたい感じ、どうやろう、アミと会うことが多いのはすっぴんの方が圧倒的に多いです。なんなら私もうほぼ基本あんまり化粧しないんでね、遊びに行くとき眉毛とまつげ上げるくらいでレッスンとか受けてるから、基本メンバーとはすっぴんとかで会うことの方が多いです11日世帯交代前夜公演当たったよ、ありがとうございます。いっぱい見てくれて嬉しい。こんにちは、
劇場公演で見てから気になってます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。いつかミエーズのユニット見てみたい。やりたいやりたいですやりたいですこんにちは。9期は今のところ天那聖輝霊に推しで。そうなんですね。ありがとうございます。来てくださって少しでも嬉しいよ。ありがとう。こんにちは初見で。初見さんもありがとうございます。5月のライブへの思いを教えてください。そうですね、まず5月のライブもそうなんですけど、それまでのリハーサル期間なんかどうやろう、今までこの公演の振り入れとかで何回も苦戦してきて涙流してしまって、結構リハーサル5月のリハーサルのに対して不安もあるんですけど、だけど初めての大きなライブなので成功させたいなと思っていて、初めてなんです、加入させていただいてから。なので精一杯なんやろ、頑張ってというか精一杯自分が、ごめんなさいめっちゃ猫ちゃんですよね、自分があの出してきた、自分が練習してきた成果を全部出し切れるようにしたいですね。5月だってもう言ってる間なんですもんね。え5月あとちょっと過ぎませんか、あとちょっと過ぎませんか。いやいやそれもアジアから。おー猫ちゃんやばーいやばーい、ありがとう。スピーチ阻止はすっと喋りかけたやんね。やばいよねマジで、マジ大反省ですよ。なんであの時に出ちゃってM の公演見ててもいい？大丈夫ですよ。ありがとうございます。めっちゃはいはい、確かにリオピさん、リオピと雰囲気似てる。そうですか本当。お見送りか、あ M さんの声見てても全然、もう本当にそっちをメインでごめんなさい、お願いします。お見送り会でスケブに反応してくれてありがとうでした。こちらこそありがとうございます。ちょっとふーちゃん少しだけ見れてよかった。仕事戻ります。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ちょっとだけでも嬉しいです。ちょっとその少しの時間を見つけて来てくれてわざわざ本当に嬉しい。ありがとう。頑張ってね。いやはい、もうごめんなさい、ちょっと私のデカボイスで書き消すことはできないくらいなので。てんちゃんとの相性抜群やね。ありがとうありがとうございます。今日の晩御飯は東海みんな大好きすがきやこんにちは。スガキはめっちゃ美味しいよな。関西の人はあんまり知らんのかな、わかんない。みんなで集まってる写真とかあれば見たいなって思う。そうなんか写真あったらいいんやけど、なんかでも撮った覚えがないんよねマジで。あったらちょっとみんなに聞いてみるね。今日の昼ご飯何食べましたか。何やろ何食べたっけ。あのチキンドリアや、チキンドリア。
ひらばじゃないと思う。12月やからこんにちは、こよちゃん呼び可愛い。そうそう、こよちゃんって呼んでくれるのあんまり絡み見てなかったからね。そうやね、私あんまり通称あんまり載せへんよね、人との。クラスガイドも前向きに頑張ろうそうそう、頑張るね。頑張るっていうか楽しみます。いたなか次回は11日火曜日、15日土曜日、ひろゆる公演だよね。楽しみ、ありがとうございます。楽しみ。こんにちは、仕事終わしました。出遅れた、全然大丈夫ですよ。お疲れ様です、ありがとう。同期メンバーにも後ろ姿なら間違えられたりしない、リオピと。全然見間違えられたことないよ。身長も全然違うし。いたなかこよてんこんにちは、火曜入るで、ありがとうございます。ありがとう。あやみちゃん並みのツイン似合う予感しか。あやみ、あやみツインやもんな、固定ヘア。めっちゃ可愛いんやけど、めっちゃ可愛い。そう、初めて見たのが、なんか初めて見た時、なんかあみとあやみで写真撮ってて、ハーフツインとツインテールで、プリキュアみたいで、めっちゃ可愛かったこれだ、ありがとう。こよりん、ちょっと不思議なのが好きです。ありが、不思議なんかな、ありがとうお疲れ様です。アミタンの前ではキュウキのみんなお母さんの顔になるね。そうかな、そうなんかな。アミもしっかりしてるんよ、めっちゃ。ワイは17分の17やから絶対当たる。すごー、ありがとうございます。こんにちは、山本光先輩と同じ三重県出身で、誕生日も同じだね。そうです、そうなんです嬉しい。こんにちは、こよりのガスガスの声好きだわ。そうそう、ちょっと今潤ってなさすぎてやばいんです。早く世代交代前夜公演入りたいな。遊びに来てください、遊びに来てください。こんにちは、いつか公演見に行きたいと。ありがとうございます。月曜から始まるんやけ、何がやろ。こんにちは、リクアは何歌いたい。何やろ。でもその旧期だけの楽曲とかがないから。そうなの、はじめまして。クベリンの劇場公演でのオーラはすごいと思っています。ありがとうございます。そう、ごめんね猫ちゃん4月1日の公演、昼夜ともに劇場で見てました。タンポポの決心は一緒に振りしてました。ありがとうございます。ごめんね、にゃんにゃん、にゃんにゃんがバンバン、もうどっか行ったよふーたー、もうどっか行ったよ。にゃんにゃんがどっかいたよ。かまってほしいんでしょうね。にゃんにゃんが、そう、ごめん、ちょっとミュートした、ごめんな。 NMB のコンサートリハギリギリで時間が短くて大変。そうなんや。そうそう、ちょっとあれが、ごめんね、騒がしかったので。にぎやかやったよな公演中、島関の方も見ててすごいなって思った。ありがとう。そうそう、なんか遠いし、遠いからさ、見えてないかなって思われがちやと思うけど、全然全部見えてるから。ちょっとライちゃん来たから見せるな。ライ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 、よいしょ、おいで。ふかふかライちゃん、ふかふかライちゃん、ライちゃんよってご挨拶して。降りちゃった、もう一回ライ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 、ご挨拶しようよ、ライちゃん。はい、ライちゃんです。よいしょ、ライちゃん
メメだ、ダメメだ。暴れん坊、暴れん坊柳、出たいって言ってドアガシガシやってる。はいはい、やいちゃん、はいどうぞ、よいしょ、バイバイ、よいしょ。ケイトさんと同い年、そうですね、そうです。はいって言った言ってたか、私ミュートするとき。クヨテンの流れ星はよ。まあかまわな、そうそう、でもでもの色とそのままやから。こよりリオピの手もでも予想通り良かったで、ありがとうございます。スガキは好きやったけど関西には店なくなったな。そうなんや、関西ないんや。ないんだね。なくても今度みんな集まってるような時にわちゃわちゃしてる写真みたい、全メンバーになんとかしときます。オッケー、わちゃわちゃ感ですね。頭下げときます。毎度邪魔すんで、ありがとう。リオピトの手もでもめちゃよかった、めちゃくちゃよかった、ありがとうございます。火曜日初めて会いに行きます、よろしくね、よろしくお願いします。11日の当選メールさっき来た、おめでとうございます、ありがとう。ゴリは唯一無二で、ありがとう。火曜日の公演当たった、おめでとうございます。もう今来るんかな通知が。レイポンとの絡み好き。はがき。同い年やしな。こんにちは。話し声は低いんやね。あのあれやね、昼寝してて起きてガサガサやしかも。もうちょっと高いんやけどね普通。あら、NMB 加入しなかったらアミタン世代と絡むこともなかったんじゃない。そうやな、おらんからな、私も妹とかね。ラジオ出演おめでとう、ありがとう、頑張って、ありがとう。猫ちゃんよ。そうなの、ラーちゃんね、クールなのよ、にゃんころ。ラーちゃん見えた？皆さん、皆さん見えたかな？ラーちゃんもう一回見せたいんやけど、でももう来ないの。ふかふか見えましたか？みんなライちゃんのこと可愛いって言ってくれてありがとう。ふーたとライちゃん、もしや風神雷神から命名した？そうですそうです、風神雷神から。レイポンの頭ゴンゴンして流れ星やろ。ポンポンして殻がいいな。疑似レイポンおらんもん、ここに。流れ星、アミヤや太鼓予定やばい。圧倒的不利ですよ、そんなの、ピチピチさが。でも お願いします、もしご予定でやるなら。いつかしたいな、全部したいな。小寄り呼びで大丈夫ですよ。え、あるんや、大阪にもあるん、スガキは。東海だけよと思ってた、絶対。ああやばい。飲んだ後絶対さ言っちゃうんやけど。私のとこにも急当選メール来たよ、おめでとう、ありがとうございます。63番ちゃんの表示取っちゃったやな。そうなの、ここにあるんやけどね、高校2年生やからさ、これだけつけとこかな。ムーミン、ムーミンだけでもつけとこ。キャー
はいはい。レイポンの生誕祭見て好きになった。ありがとう。目力強いから最初クールなイメージやったけど、 いい意味で全然違った。そう、目力強いんかな。ありがとう。来月休憩オタクで平場行くよ。ありがとう。めっちゃ猫が階段降りていく。クヨリンは楽しんなくても大丈夫？大丈夫ですよ。私のこと楽しんの方あんまりいないと思うかも。うん、鼻かゆーい。なんやろ、やっぱりそのもともと NMB のファンの方が好きになってくれるっていうことの方が多いかな。もう何でも嬉しいです、本当にありがとうございます。ちょっとこの時期大変やな。そうなの、選挙があるから。最初の印象本当にクール系だと思ってたら面白いこと言うギャップでした。そうですか。私そう、なんか言われる、よくなんか人見知りみたいとかクールそう怖そうとかよく言われちゃうんやけど、なおさらだから喋ったらなんかあんまりかも。春場所相談してたのが懐かしい。試行錯誤っていうの、ちょっと待って、めっちゃ悲しくない？これだけなんか貼りたいの。そう、なんかこれ貼りたかったのに、これ裏がね、この IKE の IKEA のとこで買わな赤いやつで、それ買うの買ってなくて、つけれない、つけられない、つけられないです。悲しい、悲しいです。生誕祭で思い出したが、次あなたの番じゃね。確かに旧期生私だ、旧期生私だ。幸せになってください。スケボー覚えてる？覚えてるよ。こうやって大からコンビアで、ありがとうございます。マジで鼻かゆいわ、やばいわ。すごきがあるんや。ジェネレーションチェンジのこよりんがかっこよすぎるんよね。ありがとう。ジェネレーションチェンジありがとう。どこやらへんやろ。あ、でもラッサビは結構意識してるな。誰が言うくと言うんだよのところかな。レイポーの怒った時のポーズしてみて。あとね、なんか威嚇ポーズあるんですよ。ちょっと 全身映らんから見えへんねんけど、こうやって。これはあの時から、セレクションの時からやってる気がする。レイポー、いや、セレクションもないか、お披露目のレッスンの時からやってる気がする。リーポンが。はい、配信より公演で見た方が美人センター。ありがとう。もう場面めっちゃおもろい。そう。あ、これ終わったら、ショルも終わったら昼のも場面送るな。こよりん生誕祭でお祝いしたすぎる、ありがとう。2時半あ、じゃあそろそろちょっと壇上読むな。バメカワカワペロさん、ありがとうございます。レインボースター甲州さん、かわいいも卵も、ともさん、しゅんたさん、レインボースターありがとうございます。コマトとザンブさん、ペンライトハートありがとうございます。アキアさん、ピカピカのやつありがとうございます。ハットさん、レインボースターありがとうございます。のっぴーさん、卵ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこれ全部映るコメントにどうやってするんだ。あ、これやん。ずっとやり方わからへんかってんけど、はあ、これやん。やったやった。ちょっと待ってね。ではでは、ありがとうございます皆さん。それではそろそろ壇上読みをしたいと思います。ちょっと待ってね、なんか
なんかおかしいな、やっぱり。のっぴさん、レインボースターありがとうございます。シグショアールさん、ソアールさん、ハートありがとうございます。ではでは、ちょっと鼻がかゆい、誕生読みをしたいと思います。13位、まことアットカワウソさん、ありがとうございます。12位、マッサンさん、マッサンさん、ありがとうございます。11位、みそたこさん、ありがとうございます。10位、いたアットキさん、ありがとうございます。9位、おぎょうぎさん、ありがとうございます。8位、コマドトサンバさん、ありがとうございます。7位、パミカワカワペロさん、ありがとうございます。6位、ハットさん、ありがとうございます。7位、パミカワカワペロさん、ありがとうございます。言った？6位、ハットさん、ありがとうございます。5位、タムタムさん、ありがとうございます。4位、シュンタアットから揚げさん、シュンタアットから揚げアイコンの人さん、ありがとうございます。3位、アキアさん、ありがとうございます。2位、みつきちゃん、ありがとうございます。1位、奥村さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとごめんね、もうちょっとありがとね、ありがとね。あ、鼻が軽い、ごめんね、ありがとう。少しだけど見に来てくれて。次はもうちょっと長い間にしたいと思います。ではこれからお仕事の方も、お勉強とかすることがある方も頑張ってください。応援してます。ではでは、ありがとうございました。バイ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 、ありがとう。じゃあねー。